グテレ防災ラボです。地域密着型生活密着型の防災ラボ。今日もですね、皆さんの財産や命を守る、えー、情報発信をしていきます。はいえー、週末3連休予報の修正ありなのか修正なしなのか。おそらくですね、新成人の方はまあ、昨日の予報のままでいてっていうふうに思っていらっしゃると思うんですが、はい、そのあたりどうなのか。来週の寒波がまた強烈で。はい おそらくですねあの年末年始に来たものと同レベルかそれ以上に強くなる可能性もあるということなんですよねえ乾杯一体いつまで居座るのはこれはあの CM 前に言いました2月上旬まで少なくても居座、えー、るというそういうことになりそうです今日もまたまた雪や氷の世界なんですが海西山公園昨日ニュースでお伝えしましたけども、はい これスケート場じゃないですからね、海水山公園もう全面、凍ってますね。畑さん、今、郡山住んでるけど、はい、行きました最近まだちょっと行けてないんです路面がね、はい、凍結してたりしてるから、はい、マラソンも行けないし、そうなんですこちらでございます、猪苗代湖の天神浜、しぶき氷の謎解明、これだけ寒くて波く、荒けりゃ、木も凍りつく、これ、あのやっぱり米湖の水温が低いんで、これ、あの木についた瞬間に、一気にこう凍りついちゃうという。 おそらくカレー客なのかなと思いますけども、うんうん、やっぱり青空としぶき氷っていいですよね。いいですね。なんか絵になりますし、うん、絵になるけど、見に行った方は寒くて仕方がなかったと思います。うん、ええー、そして今日寒くて仕方がないといえば、地吹雪が今日発生しました。会津、はい、若松です。ええー、日本、猪苗代などでもですね、地吹雪が発生したんですが、来週もっと激しい地吹雪が発生する日がありますので、これに関してはですね、後半にお伝えをしたいと思います。さあ、そして。 金曜日恒例今年初めての南の村からなんですが、畑、はいはい、ん地天塩村冬なのにクマ、クマ <laughs> ではなくて、ええ、愛犬のモグタです。<laughs> <laughs> なぜモグタ？あのモグラに似ているかあ黒いから、可愛、はいモフモフで、可愛い,いですよね。ねでもモグタの周りすごくやっぱり雪が多くて、はい、うこれはあの。 除雪されてますけど、はい、これ、除雪車、運転してるのは父が除雪道作を、はい、運転して、朝3時ごろから、この地域、この私の家の周りの地域はすべて父が除雪をしないといけないので、じゃあ、年末年始、ずっと、うん、あそうですね、もう毎日毎日、朝3時ごろから出て、除雪してました。おお父さんお疲れ様です、はい <laughs> ね、頭が下がりますよね。まあ、そういう方がいるので、私たち普通に生活できるというところがあるかと思います。はい、さあ、それでは除雪が必要なほど週末雪が降るのかどうかなんですけども。も、はいえー、上空1500メートルの気温です。今日寒かったですよね。はい、ところがはたやさんどうですか？お酢はさっと上がりますね。上がりますよね。はい、つまり週末3連休は晴れて暖かくなります。しかしです。来週半ばから。 またご覧のように気温が下がるんですが、うん、ここで何が起きるかは、えー、明日の天気の後半でですねお伝えをしたいと思います。それではまず明日の天気マークから。えー、明日は寒さ緩みます。積もった雪がようやく太陽の温もりで緩むんですよ。なので明日はやっぱり。 除雪しなきゃですよね除雪それから融雪のチャンスですただし屋根からの落雪には気をつけていただきたいと思いますえそして中通りの北部です今日まだ風が少しあの残りますなのであの底冷えはそんなにきつくないんですね風冷えが少ししますけれども、えー、明日はですねマイナス5度以下まで下がるところは、えー、ないというふうに見ております、えー、昼はそして寒さが和らいでなんと6日ぶりの5度以上、うん、え 5度以上って、こんなに暖かいんだって思うような、そんな天気になるのかな <laughs>、はい。そして、中通りの南部です。明日、畑谷さん、あの散歩したりするのがチャンスですよ。はい、あの路面の凍結がですね、明日氷が少し緩みますので。まあ、でも、散歩する前に。 除雪しろっていう話ですかね,すねえー、ぜひ皆さん明日はですね、はい、除雪作業にあの汗を流していただきたいと思います、うん、とにかく来週半ばからまた寒波がやってきますからこの暖かくなるタイミングで一気に片付けてしまってくださいそして浜通りです浜通りブルーの青空です浜通りの皆さんは雪がないから明日はお出かけ楽しめるかなと思いますけれども、うん、コロナもまた流行り始めましたんでえ密は避けるようにしていただきたいと思います さあ、そして来週十二、十三、十四と寒気が流れ込んでくるんですけども、はいえー、来週十二日の天気図です。はい、で、これね、本州の上に等圧線が三本以上あると荒れるんですよ。風が吹き荒れるんですが、はい、何本なってます？六本出てま、ね。六本ですよね。三本の倍だ。はい、で、これ実は過去にもですね、二千三年の一月三十日に 6本の日があったんですよじゃあ、この時どんなことが起きたのか、VTR ご覧ください、これです、これ、会津じゃないですよ、郡町ですよ、で、おそらくですね、来週の12日は、こういうことになると思います、来週の12日、この日はですね瞬間で27.3メートル、えー、この30年で最も強い風が吹き荒れた、ホワイトアウトした日なんですが、来週12日も要注意だと思いますそしてです。 こちらを見てみましょうか向こう1週間の福島の天気予報。その12日冬嵐になります冬嵐の後に13、14中通り合図大雪の恐れということですのでいかにこの4日間で雪を片付けるかしつこいようですけれども皆さん除雪しっかりとしてくださいそれでは週間予報です これはあの皆さんだけじゃなくて行政の皆さんも一気に休みの日ですけども片付けてくださいねそして9日日曜日は成人式行われますけども今のところ穏やかな成人の日成人式になりそうです一句はこちら「冬将軍犬間まに急いで雪かたし」「福テレ防災ラボ」でした